こんにちは。子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔です。2022年が始まりました。今年もどうぞよろしくお願いします。さて、2021年は実は僕は年男だったんですね。48歳だったわけですけども、この1年間で本当にたくさんの人の素晴らしいご縁をいただきました。そしてこの YouTube チャンネル見守る子育て研究所にも、2021年の最初始まりにはまさかこんなにたくさんの方が見てくださるようになるとは思ってもみなかった。本当に皆さんがね、いつもいらしてくださって嬉しく思っています。ありがとうございます。で、この2022年ですが、僕は見守る子育てを世の中にさらに広げていく、届けていく、その努力をしていくんですが、大きく5つのチャレンジをしていきます。まず1つ目は全国公演をしていきます。また書籍も何冊か出す予定が決まっていますが、そうした活動を通してこの見守る子育てという考えを世の中より広くお伝えしたいと思っています。もちろんこの YouTube チャンネルもパワーアップますますしていきたいと思っています。2つ目、子どもの才能診断サービスをリリースします。ずっとね、2021年実は開発をしてきたサービス、これによって子どもたちのね、隠れた才能のその目を見つけていただける、それをより簡単に安価に、手に入れていただける、そういったサービスをご提供していきます。で、3つ目、親も子も幸せになれる中学受験、これからもサポートしていきたいと思っています。ただ単に受験をうまくいくとかね、合格とかそういうことだけではなくて、その受験に取り組む中でのその時間の意味を深め、親子それぞれにとっての幸福感というものを追求していく、そういった観点でこれからも、執筆活動であったりとかですね、アドバイス、お悩み相談、いろんな形でお手伝いをしようと思っています。4つ目、社会人のメンタルヘルスを見守るサービスを提供していきます。社会問題にも、ね、なっています。メンタルヘルス、傷ついている人がたくさんいます。そういった方々、企業における研修であるとかカウンセリングサービス等によってですね、このメンタルヘルス、僕なりにお手伝いしていきたいな、その準備進めてきたことをご提供していけそうです。はい、幅広くですね、見守るということを届けたいと思います。そして5点目、この日本社会における男性意識の変革ということを進めていきたいな、その一助でありたいなと思っています。男尊女卑の意識はまだまだ残っています。子育てにおいてはまだまだ女性が中心となっていて、男性の意識が追いついていない、行動として実際に噛み合っていない、長年のね、社会の風習というものはそう簡単に払拭できないですが、それでも変化の兆しは出てきています。僕自身もこの見守る子育てという活動を通しながら、そうした男性意識の改革変革をお手伝いしていきたいなと思っています。その先にはね、家族の奥さんのお母さんの笑顔を見ながらということですね。以上の5つがですね、今年の僕のチャレンジになるわけですが、今回の動画ではですね、2021年を振り返って皆さんに支えていただいたこの YouTube チャンネル見守る子育て研究所に上がった動画の中から、僕の中でのトップ7を発表していきたいと思います。まだご覧になっていない動画もしあれば、ぜひね、この機会にチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。動画トップ7、1つ目は学習タイプの動画3選です。視覚タイプについてお教えします。聴覚タイプについてお教えします。身体感覚タイプについてお教えします。この3つなんですが、学習タイプというのはね、子どもの脳の使い方の癖、これが人それぞれ、濃淡ありながら違うんですけども、ここを分かる大人が増えると、やる気がないとか頑張ったって無駄とか間違った決めつけをされる子が絶対減るんですね。ほとんどの場合、やる気がないんじゃなくて合わないやり方をさせられてるだけっていうことが多いからなんです。ということで、本来の力が発揮させてもらえる子が一人でも増えてほしいな、そんな思いで届けた動画ということで、トップ1させていただきました。動画トップ7、2つ目は、うちの子勉強しないんですの対処法を教えますです。こちらの動画ですね、勉強しないとね、怒られてる子供はもう世の中たくさんいるわけですけども、僕は見守る子育てにおいて子供の事情という捉え方を大事にしています。で、たくさんの子どもたちを見てきて分かるのは、勉強しないと言われている子どもが本当は別に勉強嫌がってるわけでもしないわけでもなくて、事情があるんですよ。その事情が分かれば勉強取り組めるようになるんですよ。
それを僕は知ってるんですね。で、その見方、捉え方というのをこの動画を通してお伝えすることで、子ども自身それぞれなりの勉強の取り組み方ができるようになって、で、一方的に勉強ができないとか勉強嫌いにさせられてしまう子どもが減ってほしいな、また親御さんのイライラモヤモヤが少なくなってくれたら嬉しいな、そんな気持ちで届けた動画になります。動画トップ7、3つ目は中学受験を考える全ての方に知ってほしい8つの話です。中学受験には大きなメリットがあります。デメリットもあります。そのメリットデメリットについて正しく理解し知っていただくことによって、お子さんの才能を伸ばす中学受験というのを実現してほしい、また親も子も幸せになれる中学受験というものを手に入れていただきたい、そういう気持ちからお話をしました。中学受験を考えている方はもちろん、そうでない方もですね、子どもの学習、学び、努力といったものについてどのように捉え、どのように応援すればいいのかを考えるきっかけになるんじゃないかと思います。動画トップ7、4つ目は英才教育って何？算数の難問に悩む小学生のママに送る訓練よりもはるかに大切な心理と法則です。お子さんのね、英才教育に関心のある親御さんから寄せられた悩みに答える形でお作りしたこの動画、目的はですね、子どもたちが本来全員持っている成長の芽というのを摘んでほしくない。子どもにはそれぞれ成長の段階、脳の発達の段階というのがあって、そのタイミングに応じた適切な学びの機会が得られれば、それぞれ子どもたちは存分に力を発揮できる。それを形だけの押し付け学習にしてしまうと違った話になってくるよということで、悲劇を防ぎたい。伸びる可能性がたくさんある子どもたちを幼少期の時点で間違って目をつまれてしまう、そんなことを防ぎたいという思いで作った動画です。これはね、もうぜひ多くの方に見てほしいなと、そして健やかな子どもの成長と関わりに生かしてほしいなと思っています。動画トップ7、5つ目は苦悶で伸びる子伸びない子です。苦悶式についてね、詳しく扱った動画なんですが、この動画の目的は何かというと、どんな学習法もどんなメソッドもそれぞれに特徴特性があって、それは子どもがどういった子で、どんな特性を持った子で、今どんな時期なのかといった、その子自身の事情、その子自身の特性によって生かし方が変わるんですよということなんですね。で、あれやこれやととにかくやらせればいいんだといった与える子育てではなくてですね、お子さん自身をしっかりと見据えた上で、だからこの学習法を使おう、この子は今この時期だからこの習い事を選ぼうというふうに、お子さんから始まる学びの選択であり、習い事の選択に生かしてほしいな。そうすることで、せっかくね、いろんな学びの機会を渡すんであれば、それがお子さんの成長、自信につながる、そういった選択であり、親子の納得であってほしいという思いの動画になります。動画トップ7、6つ目はおもちゃで遊ぶ様子から子どもの才能を見つける、伸ばすです。この動画はチューブロックっていうね、飼育玩具を子どもたちが実際に遊んでるその様子を僕自身が観察して、その場でどん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 その子の才能の発揮の仕方、特徴、成長の方向性というものを解説した動画になっています。僕は常々子どもたちの本来の力というのは遊んでる姿から見つかるということをお伝えしてるんですけども、なかなかですね、その遊んでる姿から才能が見つかるっていうところがどういうふうに見つかるのと実感を持っていただけないことがあるので、実演することによってですね、その動画の中に登場するお子さんたちをヒントに、皆さんのお子さんの遊ぶ様子を観察し、あ、うちの子こういうところで感覚を使ってるんだ、あ、だからこっちが好きなんだ、我が子理解のですね、糸口に使ってほしいなと思うんですね。つまりはどの子にもそれぞれの可能性と才能というものがあって、それを大人たちが気づいてあげられる、見つけてあげられる目さえ持てば、より豊かに大きく花開いていくんだ、そういったことをお届けしたいなと思って作った動画になります。そして動画トップ7の7番目は中学受験産業裏話、受験を成功に導く本物のプロ講師の選び方です。親も子も幸せになれる中学受験を叶えるためにはですね、時にプロの力を借りる必要も出てきます。で、そうしたそのプロの条件とは、中学受験でお子さんを成功に導けるプロとは
どういった条件を持つ必要があるのか、詳しく語りました。僕自身が受験のプロ講師、プロ家庭教師たちを多数採用し育成してきているその実体験を通してですね、絶対外せないポイントをまとめています。で、こちらの動画を見ていただくことで、現在中学受験に取り組んでいらっしゃるご家庭であれば、今後個別指導とか家庭教師とかといった先生が必要になった時の目利きが上がりますから、お子さんにとって本当に力となってくれる人を選びやすくなると思います。さらにですね、業界関係者にも実は見てほしいなと思っていて、まあ、反感買うかもしれないんですが、でもですね、何を大事にしてほしいか、それをこの動画を通して知っていただく、改めて気づいていただくことによって、自らの持っている力をブラッシュアップしていって、この中学受験産業の業界自体をより健全なものに、より親御さんお子さんの幸せに貢献できるお仕事にしていただきたい、そういった思いも込めて熱くお話した動画になっています。動画のこの先にね、とにかく親と子が幸せで中学受験を取り組み、その後歩んでいってほしいなといった思いを込めたつもりです。ということで、今回ですね、動画トップ7ということで、実際には9本の動画をご紹介したわけですが、これらの動画以外の一つ一つ、いずれのね、僕のチャンネルの動画、そこには常に一つの思いを込めています。それは子供を信じる、そして親御さんも信じるという見守る子育てのベースにある考え、思いです。それぞれのお子さんの力が発揮できるように、その力を見つけてあげたい、本当の力を見つけ出してあげたいし、そのお子さんに一生懸命日々関わってらっしゃる親御さん、その思いも痛いほど僕は分かるし、で、その関わっていらっしゃる親である、もうそのこと自体がすでにすごいんだ、素晴らしいんだということを何度もお伝えしたい。そして中で僕の動画がどっかヒントになったり、勇気につながったり、悩みを解消するきっかけになったりしてね、皆さんの笑顔に貢献できたら嬉しいなと思って、この見守る子育て研究所を続けてきています。2022年もますますですね、有益なお役に立つ動画をお届けしていきたいと思いますので、これからも変わらず応援いただきますようによろしくお願いします。子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔でした。最後までご覧いただいてありがとうございました。そして今年もよろしくお願いします。